元プロ159キロ1五十嵐亮太さんが小学生にガチ指導。そして今どんな球を投げるのか。やってきたのは北海道苫小牧市。王さんが提唱、全農 WCBF 少年野球教室が開催されました。元千葉ロッテマリーンズ里崎智也さんがキャッチャーの守備を、 BC 栃木で活躍している川崎宗則選手が走塁技術を、日ハムのコーチに就任森本ひちょりさんが外野の守備を、そして NPB、MLB で活躍した五十嵐亮太さんが速い球の投げ方のコツを指導。本日はそんな五十嵐亮太さんの1日に密着しました。まず午前中はバッティング練習。いいスイングです。投手目線で、こんなバッター嫌だなとか、いいバッターなんてどこで思うんですか。こんなバッター嫌だな、なんだろうね。でも打つ前からそのタイミングが合わされたりするとやっぱ嫌かな。バッターがやっぱタイミング大事にしてるじゃないですか、間合いとか、その間合いとかタイミングをなんか合わせられてるなっていうのをピッチャー感じた時はまずいみたいになりますよ。それってもう投げる前からなんか分かるんですか。なんか待たれてる感じっていうのは分かりますね。合う合わないみたいな相性に近いのもあるんですけど、あと無駄な動作が少ないバッターは嫌ですね。動作があるってどっかで自分でリズム測ってるってことだから、その動作がない方がなんか怖さはあるかな。結構でもバッター取りがちですよね。揺れながら、そう揺れるとかね、足元のタイミングの取り方とかっていうの、まあ僕はその辺見てタイミングをずらそうと思って、逆に外しやすくなるんですかね、五十嵐さんには。そうなの。タイミング測ってる方がそのタイミングが分かったらこっちはずらせる。僕クイックとかもできてから。村上宗隆選手あたりはどっしり構えるんですけど、どっしり構えてるね。ああいうのは、ああいうのちょっとやだね。ああなるほど。なんかどんと構えられて何来てもいいですよみたいな感じだもん。隙間でこんなハイレベルなプロの感覚のお話が聞けるのが WCBF 野球教室。あ、行った。いやでもこれホームラン出ないな。なんかプレゼントあるって言ったら、これじゃもらえない。入れようぜ、作越えしようぜ。ライパチさんのバッティングどんなのちょっと見てみて。あ、見たい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 。かわいするわ。あ、作越えだこれ。うわぁなんで。センターガイシャツ。すごいね、でもスイング。音がやばい。うわー、やばい。痛い痛い痛い。いかない。これでもさ、五十嵐さん、ちょっと打ってください。なんか長い方がいいよ。バットやっぱ何でもいいんじゃないですか。バット関係ないですよ。実力者はバット関係ないですよ。そうだ、あるだろ、プロだからな。五十嵐さん、ちなみにプロ通算何本ですか。打ったことねえ。けどこれ入ったらこれだと思う。確かにこれだかも。これだかとか言うな。100万回再生。よし。見せた方が動画的。うわあ。これはちょっとホームラン無理だな。見せた方が動画的にオッケー。うわあ。あ、でも触れてきた。スピンかかってます。うわあ。行った感ある。これでも限界。これ飛ばない。風だね。風か。すごいスイングします。バッキョンズがこれもね、限界。こんなもんだと思う。いやいや、貴重なバッティングありがとうございます。これはホームラン難しいよ。すごいすごい、ナイスイングでした。貴重な映像でした。午前中はこんな風に楽しくバッティングで終了。そして午後はいよいよ五十嵐さんの本業、投球動作へ。小学生でよくあるあるなのがね、どうしてもね、頭とね、ボールが離れちゃう。これが一番やっちゃいけない。この動きが肩を壊したり、肘を壊したりする原因の一つになってくるんで、これから君たちがやるときはね、やっぱね、首、頭と、まあ、肘から、をなるべく離さない、同じ位置で保って投げられるように、やっていく意識をすると、比較的体の近くを通ることができるので、まあ、そういった投げ方の方がいいのかなと思います。立ったときに、あんまりこうやって膝が割れないように。まあ、つま先とこのまっすぐ立つ感じね。腰をちょっとグッと入れて腹を締める感じ。頭のてっぺんを引っ張るのと反対にお腹から下に引っ張る両方のこういう力、これ膝折れないよね。こういうふうに反ったりもしない。これで足上げたのに反っちゃうっていうのも小学生でもよく多いから、こう反りすぎたりとか
あとはこっちも倒れすぎたりしないでしっかり立つことが大事。これが立てたら自然とねまっすぐステップできるので、この辺を意識してやってもらえるといいかな。ちょっとキャッチボールしてやるね。ちっちゃこれまず刺すことね。ちょ胸もうちょい離れてください。どう胸のキャッチボール見て。おいボール素晴らしい。この時こうなったりしないでしょ。離れないよ。軸をしっかり保ったまま。あんまりこうこの角度でね。対戦はありますか。あるある。こう突っ込んだりとか。やられっぱなし。倒れたりとか。クロスですか。なるべくしないまっすぐで。あのバッティングも一緒だけど、このしっかり乗るように。ぶれないぶれない離れない。この2つ3つ。足上げて。自然とね乗るような動きを自分で見つけてください。それぐらい今ぐらい叩く。そうめっちゃかっこいい。その感じやっぱ最初にこっちが折れすぎちゃうとなかなか乗りって悪いから、右足左足折らないで、折らないように叩く。そう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 、そっち裏の方がいい。硬いね、ちょっとね。この股関節の動きがまず硬いと、フォームの可動域っていうのが狭くなってくるから、まずこの股関節周りを柔らかくするっていうことが大事で、こうぐーっと柔らかい。股関節、膝じゃなくて股関節。そう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 。おぉ、いい体してんだからそっから。そうです。これだけでも一気に多分2、3キロスピードが上がる。一人一人に対し本気でポジティブで丁寧な声かけをしていく五十嵐さんと、ここでユニークなピッチャーを発見。沼の旗ジェッツ田島瑠衣投手、なんとこっちを見ている。あ、いい、あ、いいボールだね。完璧。オッケー、じゃあ次行こう。五十嵐先生、どんなことを教わりましたか。回転を生かして、閉じたまま足をついて投げればいい球がいくと教わりました。結構ぐるって体向けるじゃないですか、二塁方向に。その時になんかふざけてターミナル投法でやったら制球も球威も結構出て、でそれでそこから実践してここまで来ました。左バッターすごい嫌ですよね、あれね。分かんないです。打たれたことありますか、左バッターとか。いや、特に左バッターの ないですよね、あれ打ちづらいなと思って。ぜひこのまま成長していってほしいなと思いました。ありがとうございます。将来が楽しみな北のトルネード左腕でした。そして明日は小6 VS 里崎智也さんガチ対決。行くよな今。